とやっぱりその予防救急で日常的なその怪我とかあと病気とかっていうのをこう予防することでこうみんなが笑って暮らせる日常っていう風なことと一刻を争う命を、まあ、救うためにこう普段からこの予防救急っていうのを皆さんにこう知っていただければなっていうふうに思います。まずはまあ予防すること